皆さんこんにちは、ブルーマンです。新年明けましておめでとうございます。今年最初のですね動画は、オンラインクレーンゲームでたくさん、いろんなお楽しみ袋とか福袋の景品が、新年の景品としてたくさん取り上げられていたので、今回2つの景品獲得したので、その動画を公開していきたいなと思います。でまず1つ目がカプトレのですね、ブルーロックのお楽しみ袋を狙った動画になります。で今順番待ちに、1番目で、前の方プレイされるのを見ているんですけど、結構ねこのたこ焼き設定1回300ポイントで、やることできるんですけど、たくさんね、玉つかむことができて、こちらの景品なんですけども、何が届くかお楽しみなんですけども、ランダムで1個ね、こちらにまとめてるフィギュアがどれかしらね送られてくるような形になるので、早速やっていきたいと思います。結構ね当たり穴以外がもうほぼ埋まっていて、結構ね掴むことができるので、チャンスかなと思いますので、やっていきたいと思います。でポイントね1200ポイントくらい確かあったのかな。でこれ全部課金したわけではなくて、コツコツとねログインポイント貯めて、貯めてですね、来たものなんですけど、今回チャレンジしてみようかなと思ってます。で1回目ね今プレイしてみましたけども、結構ね球つかむことができるので、かなりチャンスなんじゃないかなと思ってます。でこれ2回目ですね、まあ、1200ポイントくらいあったので4回ぐらいねプレイすることができるんですけど、3つ4つ掴むことができるので、運が良ければね取れそうかなと思っていたら、なんとね2手で獲得することができました。まあ、正直ねポイント使い切ってちょっと課金する必要あるかなと思ってたんですけども、こちらの、ブルーロックのね何が届くかお楽しみ袋獲得することができました。さあ続いてが、オンラインクレーンゲームのギーゴですね。こちらもですね今ポイント4000ポイントぐらいあるんですけど、これもね一切課金してなくて、コツコツと、ログインポイント貯めたものになります。確か毎日20ポイントぐらいねもらうことができるので、もうずっと貯めてたんですけども、まあいい機会なのでこれやっていこうかなと思います。でさっきの設定と違ってね玉1個しか掴むことができないの でかつまだ穴の周りのところも埋まってないので、まあ、かなり長期戦になるかなと思うんですけども、全部で20回以上ね、1回200ポイントなのでプレイすることができるので、なんとか課金せずに、獲得目指していきたいと思います。こんな感じね、結構激しくねバウンドしてしまうので、多分周りのところが埋まらないと相当厳しいかなと思うんですけども、やっていきたいと思います。で、まあ、今回ね新年一発目の動画になるんですけども、年始、まあ、年末年始ね皆さんオンラインクレーンゲームプレイされたでしょうか。結構ねログインボーナスたくさんくれるオンラインクレーンゲームとかもあったので、普段ね、プレイしてないような、うわ惜しいですね、普段プレイしてないようなオンクレとか、もうチャレンジされた方も多くいらっしゃるかなと思いますし、景品もねこういった福袋とかの豪華な景品もあったんですけども、皆さんいかがだったでしょうか。でちょっと今飛ばしたんですけども、かなりね手数かかったんですけども、15回ぐらいかな、3000ポイントぐらい使ってるのに15回ぐらいプレイしたんですけど、なかなか取ることができなくて、今残り1100ポイントまでね来ちゃいましたね。4000ポイント以上あったんですけども、ただ結構周り埋まってきているので、そろそろチャンスかなと思ってます。さあどうでしょうか。下からね多分当然風吹いてるので、他のボールにね当たるような形で穴に入れるしかないかなと思ってるんですけど、こんな感じでね、獲得することできました。結構ね手数かかったので、どんぐらいだろう、15、6回かな、プレイしてみたんですけども、獲得したのがこの僕のヒーローアカデミアのですねお楽しみ袋獲得することができました。ということで、まあ、今回新年一発目ということもありますので、今回獲得したこちらの景品2点、それぞれですねツイッターの方で今プレゼント企画の方を実施させていただいてます。まず1つ目がカプトレで獲得したブルーロックの、新春お楽しみ袋なんですけども、こちらフィギュアの景品ですねがランダムで1つ、届くみたいですので、興味ある方、締め切り明日の18時まで、あ、ごめんなさい、1月6日ですねの18時までとなってますので、お早めにご応募ください。でもう1つ目がギーゴですね、で獲得した僕のヒーローアカデミアのお楽しみ福袋、これはですね正直何が入ってるか全く分かんないです。個数も分かんないし、もうめちゃくちゃしょぼい景品かもしれないんですけども、
こちらも1名様に、プレゼントさせていただいてます。それぞれね、ツイッターの方で募集してるんですけど、第40弾と第41弾という形で別々に応募して、ご応募することができますので、もちろん両方応募していただくこと可能ですので、興味ある方はぜひですね、ご応募いただければと思います。で、2つ目の僕のヒーローアカデミアは1月7日ですね、の18時までとなっておりますので、ぜひお早めにご応募いただければと思います。はい、ということで今回ですね、新年一発目のお楽しみ福袋の景品獲得動画を紹介させていただきました。で、これ以外にもですね、実はいろんなオンクレの福袋の景品ゲットしてるので、ちょっとプレゼント企画にするのか開封動画にするのかちょっと悩んではいるんですけども、また公開していきたいと思います。今年もですね、オンラインクレーンゲームの動画たくさんアップしていきたいなと思っておりますので、引き続きご覧いただければと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。